切らずにまんま電子レンジでチンしていきます。表面に焦げ目をつけるようにして完成です。うまっ。はい、こんにちは、インドカリー子です。皆さん、ここどこのキッチンかわかりますか？じゃーん。いやー、ついにリニューアルキッチンでお送りいたします。実はですね、我が家のキッチンがあまりにも貧弱すぎてですね、キッチンで撮影ができなかったんですね。でそのためふすまの前でやってたんですけど、まあ、数々のね、なぜふすまの前で料理をしているのかというお悩みの声がたくさん寄せられまして、確かにそうだよなと。皆さん、ふすまのせいでスパイス料理とかカレーに集中できないんじゃないかなと思いまして、キッチンを新たにしてお届けしようかなと思っております。そんなわけでですね、今日ニューキッチンで一番最初にお届けするのはですね、かぼちゃ。かぼちゃ一つで作れる私の大好きなスパイス料理をご紹介しようと思います。かぼちゃって本当に安いですよね。これ4分の1カット弱ぐらいあるんですけど、これでめちゃめちゃ安いとこだと本当100円ぐらいで売ってるんですよ。でもこれ1個さえあれば本当に美味しい副菜できるので、ただですね、まあいろいろ作り方はポイントがあるので、ぜひ最後まで動画を見ていってください。早速じゃあ作っていこうかなと思います。前かぼちゃご飯ご紹介した時あったじゃないですか。その時かぼちゃ切る方法はちゃんとね、バンって声を出して切ることがポイントって言ったんですけど、それでもめちゃめちゃ硬いかぼちゃで切れなかった、切りにくかったって声があったので、もう一つのかぼちゃのいい切り方ご紹介します。まずですね、かぼちゃを切らないんですよ。で切らないで後から切る方法なんですけど、その前にですね、ちょっとね、今日は皮を使う料理なので、イボイボしてんなっていうところあったら、ちょっとここはねカットしちゃって大丈夫です。ちょっとね、危険なんで気をつけてね。ちょっとね、イボイボしてないかぼちゃの皮はちゃんと使いたいんですけど、ちょっとイボイボしてるところはちょっと薄くね、削いじゃって。まあだからスーパーとかでちょっと皮のね、綺麗なところ買ってくるといいですよ。もう皮ごと食べたいので、よいしょ、こんな感じで切ってあげて、で切らずにまんま電子レンジでチンしていきます。これね、他のかぼちゃ料理でも使えます。チンしてから切って煮るとか炒めるとかするとめちゃめちゃ簡単ですね。でまあ耐熱容器に入れていただいてチンすればいいんですけど、耐熱容器お持ちでない方はラップにこうくるんでいただいて、お皿の上に乗っけてチンするでも OK です。はい、これで600ワット4分加熱していきます。パカッ。うわー、もうすでに美味しそう。このままほじって食べたい。で火が通ってるんですけど、焦げ目とかついてるわけではないです。でもちょうどね、完全に柔らかくなった状態。これをですね、ちょっと大きめに切っていきます。ここっと一口大ぐらいですね。ほっほっ、こんな感じで切っていきます。そしたら開けていただいて、火は通ってるのでもう本当にね、あとはもうシナモン混ぜるだけです。ただこれね、ちょっとポイントがありまして、ここからフライパンに行きます。フライパンで何をするかっていうと、加熱して、まあ、調理するっていうよりも、かぼちゃちゃんに焦げ目をつけるためだけにフライパンを使います。焦げ目をつけるってすっごい重要な作業で、玉ねぎもカレー作るとき炒め玉ねぎ作るじゃないですか。茶色くなってうまみとかコクとか香ばしさ出してるんですけど、かぼちゃに焦げ目をつけるっていうのも全く同じ役割なんですよね。これつけるとつけないだともう全然違います。ちょっと焦げ目をつけるだけでめちゃめちゃ美味しくなります。もう調理されてるので、中火通ったかなとかっていう確認する必要性ないんですよね。だからこれはめちゃめちゃ楽。まずね、大さじ1杯ほどね油引いていただいて、回していただきまして、そしたらですね、ここにかぼちゃを入れていきます。油温めてから入れます。でもうかぼちゃはもうだいぶね火通ってるから、まあ中まで火通す必要性はないっていうのと、あとは崩れちゃうので、あんまりこうガチャガチャ触らない方がいいですね。本当に入れて焦げ目をつけるだけです。そしたらですね、油ねしっかり温めてあげたら、これね、バターとか使う方法もあるんですけど、バターよりは普通のねサラダ油の方がシナモンとかぼちゃの香りが立っていいですね。余分なね香りをつけないっていう意味で普通のね油使ってます。で温まったらここにかぼちゃ入れていきます。ちょっとね崩れないように優しく入れていただいて、で軽く炒めていくんですけど、ここにお塩ですね。
お塩は小さじ4分の1ぐらい、ほんのねちょっと入れていきます。ちょっとだけね入れていきます。あとちょっと旨味を出すために小さじ2杯の砂糖ですね入れていきます。これはね絶対入れた方がいい、本当に際立ちます。でさらにここに小さじ4分の1ぐらいのシナモンパウダー入れていきますね。これまんべんなく振りかけるようにしていてください。こうボッと入れると固まっちゃうので。そしたらこれを表面に焦げ目をつけるようにして混ぜ合わせていきます。うわー、もうすでにねこっち側ついてますね。これはねすっごい大好きでよく作ります。たくさん作り置きしといてお弁当に入れたりとかしてましたね。ほんとかぼちゃ1個でできるんで超便利、超便利。こんな感じでちょっとねカラメル作ってあげるような感じで、シナモンとお砂糖を入れてるのでカラメルできやすい状態なんですけど、それ香ばしい茶色を作ることがポイントです。ちょっとテカってきたなみたいな、火加減はね中火ぐらいですね。全面に焦げ目がつくような感じで炒めたら完成です。あっという間ですね。ここはねもう全然火通す必要性ないので、もう焦げ目がついたら OK。 うわー、もうすでにめちゃめちゃいい香りがしてます。こんな感じでちょっと表面がコリッとね焦げ目がつく感じがいいです。はい、こんな感じで加熱してあげたらですね、うん、つきましたね。はい、完成です。盛り付けていきます。でこれ皮ごと食べられるのも嬉しいんですよね。あ、こんな感じで盛り付けてあげたら完成です。ほくほく甘い常備菜、かぼちゃのシナモンソテーの完成です。おーい、ではではいただきます。これめっちゃ好きなんですよね。うまっ、めちゃめちゃ高級なかぼちゃになってる。何度も作ってるんですけど、レンチンしてもう食べられる状態じゃないですか。でそれでシナモン入れるで終わりっていうこともできるんですけど、絶対に焼いた方が美味しい。香ばしさとパリパリ感がたまんないんですよね。砂糖を加えたことによってもともとある甘い風味がすっごい引き立ちます。このかぼちゃのシナモンソテーは本当にかぼちゃ1個で作れるので、もうかぼちゃ丸ごと買って余っちゃったっていう時も作ってほしいし、スーパーで売ってるちっちゃいカットのやつでもすぐ作れるのでぜひ作ってみてほしいですね。少し前にあげたかぼちゃご飯のレシピ、すっごい皆さん作ってくださって、もう Twitter とか Instagram とかで作りましたみたいな写真付きの投稿めちゃめちゃ見ました。ありがとうございます。でね、かぼちゃのあれはね新しさが分かるようなご飯だったと思うんですけど、これもねかぼちゃの新しい一面を知ることができると思います。ということでまた次の動画でお会いしましょう。またね。いや、なんならかぼちゃも嫌いだったし、シナモンとかすごい好きじゃなかった、この匂いがって思ってたんですけど、これ作ってから大好きになっちゃって、あとこれサラダ油で作るところがすっごいポイントだと思う。もうかぼちゃとシナモン以外の香りはいらんの。